鉄道線は、神奈川県小田原市の小田原駅から道県、足柄下郡箱根町のゴー駅までを結ぶ箱根、登山鉄道の鉄道路線である。旅客案内上で正式名称が使われることは、ほとんどなく、対外的には、箱根登山電車の名が使われる。メディアなどでは路線を指して会社名のほか、箱根登山線、箱根登山鉄道線とも呼ばれる。 最急80パーミルというラックレールやケーブルに頼らない粘着式鉄道としては日本最急の勾配が存在する。建設にあたってスイスのベルニーナ鉄道を参考にしており、その縁で1979年に箱根登山鉄道とレイティッシュ鉄道はスイス政府観光局の協力を得て姉妹鉄道提携を結んでいる。駅ナンバリングで使われる路線記号は O で、 番号は直通運転している小田急小田原線の新宿駅から、東路線、箱根登山、ケーブルカー、箱根ロープウェイを経て、箱根観光線の元箱根港までを一体とする連番で振られており、小田原線は青色の王で描かれている。日本国外を外遊した名士からの提案を、契機として1919 19年に開業した鉄道路線である。当初は、 箱根湯本駅と甲羅駅の間を結ぶ路線で、箱根湯本駅までは、軌動線が接続していたが、1935年に、小田原駅発着となった。箱根登山鉄道は、小田急グループの一社で、1950年以降は、箱根湯本駅まで、小田急電鉄の列車が乗り入れている。日本の粘着式鉄道では、最急の勾配や急カーブ、スイッチバックなどがある。 山岳鉄道で日本唯一の登山電車とも紹介されることがある。本路線は以下のような数々の特徴を有する。勾配箱根湯本駅と小悪谷駅の間には80パーミルという日本の粘着式鉄道では最急となる勾配が存在する。80パーミルの勾配とは1000メートル進む間に高低差が80メートルにもなるというもので、 これは基場を固定せずに枕木の上に置いただけでは自然に下に滑り落ちてしまうほどの勾配であり角度にすると約4.57度である一両の全長が14.66メートルの車両で80パーミル勾配においては前後で1.17メートルほどの高低差がつく建設当時において 日本における最急勾配だったのは、新越本線の薄い峠66.7パーミルで、建設時に参考としたベルギナ鉄道の最急勾配は70パーミル。粘着性能の高いゴムタイヤを用いた新交通システムでも最急勾配は70パーミル程度で、本路線の80パーミルという勾配はそれらを上回る。曲線半径1000人台信号場と宮の下駅の間、 昭和区屋駅と彫刻の森駅の間には半径30メートルという急な曲線が存在する。これは歴史説で口述するように建設に際しては自然の景観を極力損なわないことという条件が付けられており、しかも温泉脈に悪影響を与えるという理由でトンネル掘削ができなくなった区間もあり、山肌に沿った急曲線で軌道を敷設するしか、 方法がなかったためである。半径30メートルの曲線上では、3両編成の登山電車の先頭と最後部の車両の向きは60度ほどの角度がつく。日本の普通鉄道において、本線上で半径30メートルもの急曲線が設定されている事例は特殊橋気線や専用鉄道以外にはほとんどない。山線機上入り歌駅と箱根湯本駅の間には、 国際標準機の1 4 3 5ト、mm、ル、狂気の1 0 6 7ト、mm、ルという異なる機関において、片側のレールを共用する参戦機場が存在する。これは口述するように、狂気を採用している小田急の電車が、標準機の本路線に乗り入れるために考えられた方法で、乗り入れ当初は小田原駅から箱根湯本駅までの区間に参戦機場が採用された。これは、 片側のレールを共用し、もう片側には2本のレールを並べて付設するもので、分岐器も複雑な構造となった。狂気と標準機の双方の列車密度や分岐器の数などを考慮すると、世界的に見ても本路線を上回るものはなく、東日本旅客鉄道では、山形新幹線運行のために、大宇本線の一部区間で3線機場を導入するのに先立って、 本領線の設備を視察し、分岐器の構造などについて学んでいる。しかし、輸送力の違いや、バリアフリー化対応などの理由により、2006年以降、車庫のある、イリ大器と箱根湯本駅以外の区間については参戦、機場は解消された。箱根に登山電車を走らせる計画は、1896年に設立された箱根遊覧鉄道が、 路線免許を出願するなどの動きがあったが、計画が具体化するのは、1900年に構図というもとを結ぶ、電気鉄道の路線を開業した小田原電気鉄道に、対して、同年5月23日付で温泉村から、路線を闘争まで延長してほしいという路線延長の要請を受けた時からである。小田原電気鉄道では、この要望に前向きに対処し、同年9月までに、 箱根遊覧鉄道の創立に要した費用を負担した上で路線自体は小田原電気鉄道の延長線として付設するという方向性をまとめたが同年9月の臨時株主総会では否決されてしまった。登山電車の建設計画が再び具体化するのは1907年スイスにおける登山鉄道の実況を視察したものからスイスを反として 箱根に登山鉄道を建設すべきという手紙が小田原電気鉄道に対して送られてきたことがきっかけとなる。また、増田工や井上薫などの実業家もこの事業を小田原電気鉄道に勧告したことを受け、1910年1月の臨時株主総会において湯本駅から高羅駅へ路線を延長することが決定した。同年4月には路線延長を出願し、 さらに翌月には、ゴーラ駅から戦国ゲームを経て、東海道本線の佐野駅への延伸計画を追加し、1911年3月1日に、登山鉄道建設の免許が交付されたが、建設に際しては、自然の景観を極力損なわないことという条件が、付けられた。箱根ロープウェイと箱根登山鉄道各線の、ランドサット衛星写真。水色が、箱根ロープウェイ。 赤が鉄道線、大が工作線。当初の免許では、須賀川の右岸を遡り、須賀川集落から北上して、太平台駅へ抜け、宮の下駅からトンネルを2つ掘って、豪雷駅に行くという、総延長が約 13km になるルートであったが、この時期に、軌道線が、早川の洪水によって軌道が流出してしまい、ルート変更を余儀なくされたため、登山鉄道のルートも、 再検討することとなった。そこで、1911年5月には、東野沢駅までは、早川の左岸を進み、東野沢駅の先で早川を渡り太平台駅に、至るルートに変更された。このルート案では、電気機関車が客車に量を牽引することになっていて、最急の勾配が125パーミルのアプト式鉄道とする計画で、 湯本からゴーラまでの距離は 7.1km ほどとなるルート設定であったが、当時すでに最急勾配が66.7パーミルのアプト式鉄道として開通していた新越本線の横川駅軽井沢駅間よりも急な勾配であることから、車内で不安の声が上がった。また、自然を破壊し景観が損なわれるという懸念もあったため、再度検討することになり、 1912年7月に主任議士長のハンダ・ミツグをヨーロッパに派遣した。ハンダは半年ほどの視察の後に帰国したが、スイスのベルニナ鉄道においては70パーミルの急勾配が20キロメートルほどを連続しており、これから不設しようとしている登山鉄道と似た点が多く、大いに参考になったという。しかし、粘着式鉄道では125パーミルもの急勾配は、 登れないことが分かったため、スイッチバックを途中3カ所に設けた最急勾配80パーミルの粘着式鉄道として建設することになった。建設工事は、ハンダの帰国を待たずに1912年11月に一部が開始されていたが、すぐに中断となり、1913年3月に計画、設計の変更届を鉄道員に提出した。この計画、 設計の変更は、当時日本国内において、前例のない急勾配を有する鉄道計画で、ありながら、同年6月には認められているが、ハンダの調査報告書などで、ベルニネ鉄道のブレーキ試験結果なども添付されていた、ため、その報告書をうのみにするしかなかったと推測されている。こうして、ようやく建設は開始された。ところが、1914年に第一次世界大戦が、 突発した影響で計画していた資材の輸入が途絶、建設工事にも影響を及ぼした。早川橋梁の建設にあたっては、東海道本線の天竜川橋梁のトラス交代の払い下げを受けることになったが、景観破壊の恐れがあると神奈川県知事からクレームが入り、改築を条件にして、ようやく認められた。 この早川橋梁の仮設工事が終了したのは1917年5月31日で、1915年に架橋工事が開始されてから2年近くかかっており、最も難航を極めた工事とされている。車両についても、当初はスイスから輸入する予定であったが実現せず、アメリカ製の車両を購入することになった。さらに、1916年に行われた地質調査では、 宮野下駅から二の平駅までの区間にトンネルを掘削することによって、蛇骨川の温泉脈に悪影響を与えることが判明した。山を切り崩すこともできず、トンネル掘削もできない状況では、山肌に沿って軌道を敷設するしか方法はなく、仕方なく遠回りのルートに変更された。当初計画になかった小和屋駅は、この時に開設が決まった。このようなことから、 工事は大幅に遅れ、建設費は計画当初と比較すると大幅に上回ることになり、資金調達のために3度にわたり、社債の発行や増資などを行う必要に迫られている。着工から7年以上が経過した1919 19年5月24日に、ようやくすべての工事が完了。同年6月1日、箱根江本駅から、 ゴーラ機までを結ぶ登山電車の運行が開始された。しかし、当初の登山電車は山を登る時にだけ利用され、下りは歩いて湯元まで出る利用者も多かった。同日に開業した乗り合い自動車より、運賃は安かったものの、当時の往復運賃は、職人の1日分の日当と同じ金額であったので、ある。1923年9月1日に発生した。 大正関東地震で、鉄道線は甚大な被害を被った。箱根湯本駅では、裏山が崩れて校内が埋没するなど、軌道は大部分が崩壊、または埋没し、建造物も半数近くが半壊、ほとんどのトンネルも入り口部分が崩壊した。橋梁は一箇所を除いて全て破壊されてしまったが、最も心配されていた、早川橋梁だけは、京大の軽微な損傷と、 わずかにずれた程度で被害を免れた。7両あった登山電車もすべて脱線転覆や埋没してしまったが消失した車両はなかった。早期復旧は不可能であったため、同年中に復旧の準備を整え、翌1924年1月から復旧工事が開始された。復旧工事も難工事で運行が再開されたのは、 箱根湯本駅出産借りて竜城館が同年9月10日、出産借りて竜城太平台駅間、昭和区屋駅合来駅館が11月24日、宮の下駅昭和区屋駅間が12月24日、そして太平台駅宮の下駅間が12月28日であった。震災の被害から復帰した後の1926年1月16日には、 小脇谷を発射した登山電車が宮の下付近でカーブで脱線して民家に転落するという事故が発生した。運転士は生存していたものの精神に異常をきたしたため事故原因は明らかにならなかったが速度制御に失敗したものとみられている。この事故の後しばらくした1928年1月に小田原電気鉄道は一旦日本電力に合併した後、 同年8月に再度箱根登山鉄道として分社化された。日本電力参加となってから、小田原からゴーラまで鉄道線を直通運転する計画が実行に移された。この計画では、小田原から風祭りまでは、軌道線とは別に線路を付設し、風祭りから箱根湯本までは、専用軌道だった軌道線を回収するというものであった。 1927年4月1日に新宿駅を起点とする小田原急行鉄道が小田原駅まで開通したことを受けて箱根登山鉄道では小田原駅構内への登山電車の利入れを申請。1930年には小田急との連絡について協定を結んだ。1931年11月から風祭りと箱根湯本を結ぶ区間の改修工事を行い、 小田原駅への乗り入れが認められた1934年からは、小田原と風祭りを結ぶ区間の工事にも、着手、1935年9月21日に、すべての工事が完了した。小田原駅構内への乗り入れに際しては、小田急の多大な協力が得られたとされている。これと、並行して直通運転の開始後に予想される、乗客像への対応策として、二両編成での、 運転についても検討が進められることになった。しかし、鉄道線の線路は最小曲線半径が30メートルという厳しい線形であり、勾配も日本最急となる80パーミルで安全な連結機を開発する必要があった。そこで、鉄道省に連結機についての指導を仰いだ結果、芝浦製作所の設計による連結器の試作が実現した。数ヶ月にわたり、 連結での試運転を行い、安全性も確認されたため、地域に系の連結機をすべて交換した。こうして、同年10月1日より、小田原駅とゴーラ駅の間において、登山電車の直通運転が開始された。これによって、小田原とゴーラは、最短50分で結ばれるようになり、箱根湯本駅で、機動線と乗り換えていた当時より20分の時間短縮が実現した。 戦時体制に入ってからは、1942年5月30日付で、後藤慶太が社長に就任するなどの出来事はあったが、鉄道線には大きな動きはなく、戦災による被害もほとんどなかった。第二次世界大戦終戦後しばらくの間、登山電車のうち2両が新中軍専用車両となった。1948年9月15日には、 アイオン台風が上陸したことに伴い、鉄道線の橋梁を2カ所が流出、それ以外にも土砂の崩壊による軌道の埋没などがあり、復旧は翌1949年7月6日までずれ込んだ。これより少し遡る1946年には、東京急行電鉄が策定した鉄軌道復興3カ年計画の中には、 東急小田原線の箱根湯本駅への乗り入れ計画が含まれていた。1948年6月1日に大東急から分離独立した小田急電鉄では同年10月よりノンストップ特急の運行を開始していたが、競合路線である東海道本線に対抗するには箱根湯本駅まで直通すべきと考え、この乗り入れ計画を推進することになった。しかし、 この乗り入れには解決すべき問題点がいくつもあった。鉄道線の機関は国際的な標準である 1435mm であったが乗り入れてくる小田急の機関はそれより狭い 1067mm であった。どちらかに統一しようにも80パーミルの急勾配を上る能力のある電動機は当時の技術では 1067mm の規格では収まらなかったため、 鉄道線の基間を1 6 7 m m に改めきすることは不可能であった。また、小田急を 1435mm に改めきするのは車両数が多い上距離も相当なものとなってしまうため膨大な費用が必要で、まだ戦後の復興途上においてはそのような負担は無理であった上、国鉄との貨物輸送において貨車の直通が不可能となり、 貨物収入が激減してしまうことになる。そこで、鉄道線のレールの内側に、小田急の車両のためにもう一本レールを付設する参戦機場を採用することとなった。なお、共用するレールについては、山側とされたが、これは、万が一、小田急の電車が脱線を起こした場合に、外側の登山電車のレールに引っかかることによって、海側への転落を防ぐためである。 通常の分岐器は稼働箇所が2箇所であるが、3線機上の分岐器は稼働箇所が5箇所となる複雑な構造となり、当初は手動でテコによって切り替えを行っていたが、一人ではテコが重くて動かせず、テコに綱をつけて二人がかりで引っ張ったという。その後、分岐器の切り替えは電動化された。小田急と箱根登山の車両規格の相違。片側のレールを共用すると、 車体の位置がこれだけずれてしまう参戦機場の導入によって問題になったのは車両の連結機であった。登山電車は前述の通り特殊な連結機であったが、当時の小田球では自動連結機を使用していた。通常ならアダプターの役割を果たす中間連結機を介して非常時の連結に備えることになるが、参戦機場では軌道中心と車体中心がずれるために、 仮に連結機を統一したとしても連結ができない。このため、非常時に他の車両による牽引が必要な場合は、最も近くにいる同じ会社の車両を救援車両として連結することになった。車体中心のズレは、駅のプラットフォームと車両の間にも影響し、特に小田急の車両では、大枠面での車体幅が 2800mm であるのに対し、 登山電車の車体幅は 2520mm と狭いことから線路を共要する側にプラットフォームがある場合、登山電車では 30cm 以上の隙間ができてしまうことになった。また、鉄道線の河川電圧は当時直流 600V であったが、乗り入れてくる小田急の河川電圧は直流 1500V であったため、小田急の車両が乗り入れる区間では、 河川電圧を直流 1500V に昇圧し、箱根湯本駅構内には河川祝間が設置され、登山電車には副電圧に対応する装置が設けられることになった。ただし、これによって直流 600V のままの軌道線へは直接、給電ができなくなり、箱根湯本駅から送電線による給電をせざるを得なくなった。その上、軌道条件も異なっていた。 小田原駅と箱根湯本駅の間は、最急勾配は40パーミルで、箱根湯本駅から、先の80パーミルと比べれば緩い勾配であったため、箱根登山ではこの区間を、平坦線と称していた。しかし、当時の小田急における最急勾配は25パーミルで、40パーミルという勾配はそれをはるかに超えており、小田急の車両にとっては、平坦どころではない。 そのような勾配が 1km 以上も続くため、小田急の車両のブレーキ装置についても考慮しなければならなかった。このため、小田急ではブレーキ装置に改良を施行した車両のみを乗り入れさせることになった。このほか、風祭り駅に列車交換設備を新設したほか、乗り入れ区間にあるトンネルや鉄橋なども検討が重ねられた。技術的な問題の他に、 経理上の問題も発生した。レールを一本増設することによって資産が増加することになるが、どちらの会社の資産として扱うかという問題が生じた。これについては、箱根登山鉄道の施設を利用する代価として、対応する費用については小田急が負担することになった。これらの問題点を解決しつつ、対応を進めていった。東京芝浦電機と、 汽車会社の労働葬儀によって車両関係の改造が遅れるという障害もあったが1950年8月1日より小田急電車の乗り入れが開始された乗り入れ当日は箱根湯本駅前には小田急の乗り入れ開始を祝してアーチが飾られ小田急の電車が到着すると花火まで打ち上げられたこの乗り入れ開始によって小田急を利用して箱根を訪れる利用者は 倍増、鉄道線の利用者数も前年と比較して27%の増加を見るなど、利用者数は著しく増加した。1964年にはそれまで、箱根湯本駅に併設されていた車庫を、入り湯台駅に隣接する場所に移設。1972年には、列車集中制御装置が導入された。1972年3月15日には、 箱根彫刻の森美術館もよりの二の滞駅が彫刻の森駅に改称された。1980年からは小田急の直通列車の大型化に対応した改良工事が開始され、1982年7月12日からは小田急から直通する急行列車は全長20メートルの車両による6両編成に増強された。登山電車に乗ろうとする人たちの長蛇の列、 鉄道線を利用する観光客は増加し、1991年には年間輸送人員が1000万人を超えた。この当時、箱根を訪れる観光客のうち52%は何らかの形で箱根登山鉄道を利用していた。当時の登山電車は2両編成で15分間隔が最大の輸送力であり、ゴールデンウィークや箱根大名行列が開催される11月などは、 登山電車に乗るのに2時間待ちという状況となっていた。しかし、特有の線路条件から増発はできないため、列車を最大3両編成にすることが決定した。鉄道線の箱根湯本駅から強羅駅までの各駅は開業以来に両編成に対応した設備となっており、全駅においてホーム延伸対応工事が実施された。最も難工事だったのは、 東野沢駅の工事で駅の両側がトンネルに囲まれ、開業当時からゴーラ側の分岐器がトンネル内に設置されている状況で、しかも駅へ通じる道は細い人道があるだけで、工事にあたって大型機械を導入することはできなかった。このため、小田原側のトンネル拡幅はほぼすべてを手彫りで施行することになり、文字通り人海戦術での工事を余儀なくされた。 東野沢駅の工事だけで、総工費20億円のうちの半分近くが費やされた。これ以外にも、変電所の増強や、河川電圧を6 0 0トから7 5 0トへ、昇圧、一部車両の二両固定編成化などが行われた。東野沢駅の工事が予定より早く終了したため、当初は1993年10月からを、 予定していた3両編成化の日程は繰り上がり、同年7月14日から3両編成での運行が開始された。しかし、箱根湯本駅まで乗り入れてくる小田急の電車は20メートル級の車両が最大6両編成であるのに対して、登山電車の1列車の輸送力は全長15メートル級の3両編成が最大で、輸送力が小さかった。このため、 1995年以降、ゴールデンウィークなど特に多客が予想される日には、日中の登山電車をすべて箱根湯本駅とゴーラ駅の間でのみ運行し、小田原駅と箱根湯本駅の間は、小田急の車両で6両編成の各駅停車を運行する措置も取られていた。また、各駅での乗車位置も、小田急の車両と登山電車では異なる上、途中の風祭駅では、 ホーム長が短いために小田急の車両ではドアコックを使用して手動で扉を開けるという状態であった。さらにバリアフリー対応にも問題が生じた。小田急の車両と登山電車では車体規格が異なる上、参戦機場ではそれぞれの車両の中心もずれるため交通バリアフリー法に定触する可能性も出てきた。こうした事情から まず2000年12月2日のダイヤ改正から日中の小田急電車の直通本数を倍増させ代わりに小田原駅と箱根湯本駅の間を運行する登山電車は朝夕のみとなったさらに2006年3月18日のダイヤ改正では小田原駅と箱根湯本駅の間の列車はすべて小田急の車両に置き換えられることになったこれ以後小田原駅と 入浦駅の間の参戦機場は順次撤去されたが、入浦駅には登山電車の車庫があるため、入浦駅と箱根湯本駅の間のみ参戦機場が残された。2008年3月15日のダイヤ改正からは、風祭り駅の改良工事完了により、ドアカットが解消されたほか、小田急の車両は特急ロマンスカー以外は4両編成での運行となった。なお、大きな、 津波被害をもたらした東日本大震災以来、小田原市内では、海抜表示が随所に表示されるようになったが、箱根登山鉄道が公表していた数値と異なることが問題となり、2013年11月に修正されることになった。2019年10月13日、令和元年東日本台風により太平台駅、昭和駅間を中心に土砂流入や、 橋脚流出ななど甚大な被害を受け箱根湯本駅後来駅間が長期不通となった。箱根登山鉄道は同年11月22日に同区間の運転再開を2020年秋頃の見通しと発表したが、その後2020年7月下旬へ前倒しされ、同年7月23日より運転を再開すると発表。そして同日、 約9ヶ月ぶりに全線で運転を再開した。最急勾配の80パーミル。全長15メートル程度の一両前後走で、高さが約1メートル違う箱根湯本駅。強羅駅間は、車輪とレールの間の粘着力だけで走る。鉄道としては日本で最も急な勾配を登る。この区間に3カ所あるスイッチバックも、山岳鉄道的な特徴である。このか。 カーブの最小半径も30メートルと小さい。全線が単線で、機場は小田原駅箱根湯本駅間が50キログラムレールであるが、箱根湯本駅ゴーラ駅間では、長さ10メートルの37キログラムレールを使用している。37キログラムレールを使用している理由は、途中のトンネル内で50キログラムレールを使用すると、高さ方向の限界を支障すること。 通過トン数にも十分対応しているといった理由が挙げられている。小田原駅箱根湯本駅間の最高速度は時速6 0トル箱根湯本駅ゴ来ラ駅間での最高速度は時速4 0トルである。また、下り勾配においては30パーミル以下では時速5 5トル40パーミル以下では時速キロメートル50パーミル以下では 時速 40km、60パーミル以下では、時速 35km、70パーミル以下では、時速 30km、80パーミル以下では、時速 25km までに速度が制限されている。半径 30m の曲線における速度制限は、時速 15km である。運行開始当時は、箱根湯本駅強来期間には片道27本の、 列車が設定されており、機動線の市内電車との接続が図られていた。戦後の1950年に小田急の電車が直通運転を開始した際には、小田急の乗り入れ電車は、特急が3往復と急行が7往復であった。その後増発され、1959年の時点では、日中は特急が最大11往復。 日中の休行は30分間隔での運転で、これに登山電車が接続していた。その後、1982年時点においては、小田原駅箱根湯本駅間では、小田原駅甲来駅間を直通する登山電車は1時間あたり2本、これに小田急小田原線から乗り入れてくる特急ロマンスカート休行が、それぞれ1時間あたり2本ずつとなっており、 箱根湯本駅後来期間ではこの区間を往復する列車が1時間あたり2本設定されており、小田原駅発着の直通電車と合わせて1時間あたり4本という運行形態であった。しかし、登山電車は小型の車両で輸送力にやや難があったため、1990年3月大夜改正では、小田急の車両で運行する小田原駅発の箱根湯本駅行きが設定された。 さらに、2000年12月2日のダイヤ改正から、日中の小田急電車の直通本数を、運行本数は1時間あたり2本から4本に、倍増、箱根登山鉄道の車両は、日中は、小田原駅箱根湯本駅間を走らなくなった。さらに、2006年3月18日改正では、小田原駅箱根湯本駅間の旅客列車をすべて、小田急の車両に置き換えた。これによって、 小田原駅、入浦駅間は、自社の車両が全く走らない区間となった。2012年3月17日のダイヤ改正からは、小田原駅箱根湯本駅間の折り返し運転の、各駅停車が1時間あたり4本、小田急小田原線新宿、東京メトロ千代田線北千住方面から、特急ロマンスカーが1時間あたり2本という、運行体制が基本となった。 箱根湯本駅後楽駅間は日中1時間あたり4本で運行される。この他に夜間に本厚木駅議が確定として設定されている。以前は朝夕に新松田駅発着や平日のみ、本厚木駅発も設定されていたが、2018年3月17日のダイヤ改正で廃止となった。なお、同改正での本厚木駅議は平日のみだったが、 2019年3月16日以降は土休日も設定されるようになった。昭和区屋駅に隣接する昭和区屋踏切は東京箱根間往復大学駅伝競争のコースとなっていて出場選手や大会関係車両が通過する。これに対応して開催日の1月2日昼頃と1月3日午前8時台は踏切に係員を待機させ選手や 大会関係車両の通過時には電車を踏切手前で停止させる。これは選手が踏切で足止めされ、遮断機をくぐって電車の前に飛び出すという出来事があってから始められた措置である。鉄道線の開業当初より、線内の乗車券は片道でも2日間有効で途中下車可能であったが、2002年4月1日より、この取り扱いは廃止され、片道乗車券は、 他の多くの路線同様通用発売当日限り、下車前と向こうに変更された。特急ロマンスカーについては、小田急との通し、利用のほか、当日空席がある場合に限り、小田原駅、箱根湯本駅のホームにおいて発売する座席券を購入することで、小田原箱根湯本間のみの利用も可能である。2005年9月30日までは、 箱根登山鉄道の料金が設定されていなかったため、小田原箱根湯本間のみの利用はできなかった。小田急との投資、利用については、両社の料金を合算する。1994年から運行する夜のあじさ号は、全車指定席であり、専用の座席券が必要となる。運賃鉄道線大人普通旅客運賃。切符、IC カード運賃同額、 2019年10月1日改定。小田原駅から箱根湯本駅までの区間における最急勾配は40パーミル。急曲線の半径も160メートル程度と、箱根登山鉄道としては緩やかである。箱根登山鉄道ではこの区間を平坦線と称しており、空を見上げるような急勾配で初めて山を登る気分になっていたというが、それでも、 一般の鉄道と比較すると厳しい条件である。箱根湯本駅までの区間の沿線には集落が連なる。箱根湯本駅からゴー駅まで 8.9km の区間のうち半分近い 4.2km が80パーミルの勾配となる区間である。箱根湯本駅とゴー駅の標高差は 445m で、この区間の平均勾配は50パーミルと計算される。 この区間では大半の区間で樹木に囲まれており、下記には並走する国道1号からでさえも電車の姿は見えなくなる。小田原箱根湯本小田原駅箱根板橋駅間の半径160メートルの急カーブ標高14メートルの小田原駅を発車した列車はしばらく JR 東海道本線と並行して南に下る。平坦線では唯一のトンネルである。 コミネ水道を抜けると、半径160メートルのカーブで右に、カーブ、同時に20パーミルの坂を下って、東海道新幹線をくぐり、標高16メートルの箱根板橋駅に到着する。ここからは、早川沿いを国道1号と並走して、箱根湯本駅に向かうが、箱根板橋駅を発車するとすぐに40パーミルの上り勾配となり、国道1号をまたぎ、 しばらく国道1号と並走した後に33.3パーミルの下り勾配となるが、強羅へ向かう方向では、これが最後の下り勾配である。この下り勾配を下り切って、小田原厚木道路の高架橋をくぐると、標高36メートルの風祭り駅である。風祭り駅を過ぎると、最大28.5パーミルの上り勾配が続き、 勾配が緩くなると、標高54メートルの入り腕駅で、登山電車の車庫が併設されている。入り腕駅を発車するとほどなくすると、箱根町に入るが、38.4パーミルから40パーミル程度の勾配が約1キロメートルも続く。この間に、進行方向右側の斜面に送水管が見えるが、この送水管は、登山鉄道開業のために建設された3枚。 橋発電所への水路で、発電所自体は、その後東京電力に移管されている。勾配が緩くなり、国道1号から箱根急街道が分かれるのを見つつ、標高96メートルの箱根湯本駅に到着する。箱根湯本太平台箱根湯本駅を発車すると、急勾配を登る前の助走区間のようなものは、存在せず、100メートル弱走っただけで直ちに80。 パーミルの急勾配にかかる車内でも釣り革が斜めになっていることがわかる。3番目のトンネルを抜けると、標高153メートルの遠野沢駅に到着する。上りホームの片隅には、千洗い弁天がある。遠野沢駅を発車すると、箱根登山鉄道では、最長のトンネルである台が、学水道に入るが、トンネルの中でも80パーミルの勾配が続く。 トンネルの出口はかなり上の方にあり、井戸の底から空を見上げるようにも見え、この電車が登れるのかと驚く人もいる。次の杉山水道を抜けると、早川橋梁で深さ43メートルの谷を渡る。国道1号を越え、出産水道に入ると、トンネルの中でも80パーミルの勾配で、その後の松山水道左へのカーブが続き、ほぼ180度向きが変わると右手から線路が、 下ってきて標高222メートルの出産信号場である。ここで左下を見ると先ほど当たった早川橋梁が眼下に見える。早川橋梁と出産信号場は直線距離で500メートルも離れていない。スイッチバックのため、ここで進行方向が変わり、先ほど右手から下ってきた線路を登ることになるが出産信号場を発車すると八十パーミルの 勾配は1 3キロメートルほども続く。勾配が71パーミル程度に緩くなり、左から線路が下ってくると、標高3 3 7メートルの太平台駅に到着である。出産信号場から太平台駅までの1 6キロメートルで、一気に1 1 5ルも高度を上げたことになる。太平台ゴーラ太平台は、スイッチバック駅のため、また、進行方向が変わる。 66.67パーミルの勾配を500メートルほど進むと標高346メートルの上、太平大信号場。ここもスイッチバックでさらに進行方向が変わり、上り80パーミル勾配の線路を上る。高来機の電車にとっては最後のトンネルとなる太平大水道を抜けると標高398メートルの千人台信号場である。 千人台からは再び国道1号と並行するが、この辺りでは随所に半径30メートルから40メートル程度の急カーブが連続する。三両編成の列車の場合、先頭車と後尾車では最大で60度近い角度の差がつく。50パーミルから55パーミル程度の勾配で徐々に高度を上げ、標高436メートルの宮の下駅に到着する。 ホームの向こうには、明星が竹が一望できる。宮の下駅を発車すると、眼下に温泉街を見下ろしつつ、80パーミルの上り勾配で高度を上げていく。ここから、先の区間では本来はトンネルで抜けるところを、温泉脈に悪影響を与えないように地形に逆らわないルート設定となった。やがて、勾配が55パーミル程度に緩くなり、 半径40メートルの右カーブと左カーブが連続した後に国道1号の踏切がある。箱根駅伝では選手の通過時にこの踏切の手前で電車を停車させる。踏切を過ぎると間もなく標高523メートルの小和屋駅である。小和屋駅を発車すると山肌に沿って半径30メートルの左カーブと右カーブが連続する。 これも地形に逆らわないルート設定の結果である。ここから先は、勾配も33パーミル程度に緩くなり、カーブも最急でも半径60メートル程度に緩くなる。彫刻の森美術館の敷地の脇を通り抜け、標高539メートルの彫刻の森駅に到着である。ここから先はほとんど平坦な線形で、地獄沢橋梁を渡るとほどなく、 標高541メートルのゴーラ駅に到着する。スイッチバックが3回あったため、箱根湯本駅を出発した時とは、進行方向が逆になった状態での到着である。線路沿いには、アジサイが植えられている沿線の線路沿いには1万株以上のアジサイが植えられている。これは、元来は、土止めの目的で植えられたもので、開業当時には存在しなかったものである。しかし、 沿線には車窓の開ける場所があまりないことから季節ごとに車窓から花を楽しめるようにするため箱根登山鉄道社員の手で植えられたものである。アジサイの花が見頃となる6月中旬から7月中旬にかけては登山電車はアジサイ電車とも呼ばれるようになり、1975年頃からは車内で沿線美化委員会が構成され、 アジサイが見頃になる前の時期に下がりをするなどの勤労奉仕が行われている。1981年11月には全国家一杯花と緑の駅コンクールにおいて環境庁長官賞を受賞した。1990年代からは夜間にアジサイのライトアップも行われており、定期列車よりもゆっくりアジサイを鑑賞するための専用列車として、 座席指定制の夜のアジサイ電車も運行されるようになった。また、ライトアップ期間中には、定期列車でもアジサイの見どころで、臨時停車が行われることがあるが、臨時停車する地点は80パーミル勾配の途中にも、設定されている。箱根湯本駅ゴ来駅の区間は、最大80パーミルの急勾配と地形に沿った、非常に急なカーブを持つ路線を走るため、電車は、 以下のように特殊な仕様となっている。ブレーキレール圧着ブレーキ保安ブレーキとして設けられているもので、空気圧により作動し台車からカーボランダムのブレーキシューをレールに押し付け圧着させるブレーキである。通常の鉄道車両では車輪とレールは点、または線による接触であるが、このブレーキを使用した場合はわずかに車両が持ち上げられ、カーボランダムシューとレールの面接触によって、 ブレーキが作動する仕組みである。このブレーキは他の常用ブレーキとは別系統となっており、300パーミルの坂でも停止できる性能を備えている。レールに使用される鋼とカーボランダムの静止摩擦係数は乾燥した状態で0.30、殺水した状態では0.42である。これは鋼同士、つまり車輪とレールの静止摩擦係数が乾燥時で0.15、 殺水時で0.123であるのと比べると2倍から3倍もの差がついており大きな摩擦力が働くことがわかる。開業時の1919 19年に導入されたチキ1型では電磁吸着ブレーキを装備していたが、その後1927年に増備されたチキ2型からはカーボランダムを使用したブレーキを採用した。その後、電磁吸着ブレーキは一度滑走が始まると効果が なくなるため、全車両がレール圧着ブレーキに統一された。一時期はカーボランダムの代わりにアランダムが使用されたことがある。踏み面ブレーキ常用ブレーキの整輪子については、鉄道線の車両では中鉄整輪子が使用されている。これは合成整輪子よりも中鉄整輪子の方が、車輪の踏み面が荒れるため、高い粘着力を確保できるという理由である。 殺水装置鉄道車両においては、レールが車輪を誘導することによって、曲線を通過させる仕組みとなっているが、この結果として、カーブ外側のレールに強い力がかかることになる。レールと車輪では、車輪の方が硬く、レールの摩耗が発生するため、これを防ぐ必要があり、通常の鉄道では、レールの頭部側面に投油したり、台車側に投油機を設けることによって、レールの摩耗を抑える。 しかし、急勾配線区においては投入することによって、レールと車輪の摩擦係数が低下して、上り勾配での空転や、下り勾配での滑走が発生し、極めて危険な状態となる。そこで、カーブでは、レールと車輪の間に殺水することによって、摩耗を防ぐこととした。このため、各車両とも車両の両端部に、容量360リットルの水タンクを設け、 運転手の操作によって水を車輪の踏み面に殺水する装置を装備している。片道1回の運行でおよそ50リットルから80リットルの水を消費する。開業当時のチキ1型には殺水装置がなかったため、レール交換が多く繰り返されたという。このため、チキ1型では屋根状に水タンクを設けたが、1927年に、 増備されたチキ 2K 以降の車両では連結器の下に水タンクを設置した。なお、開業当初は粘着力を増す目的で全車両の台車に散砂装置を設けていたが、殺水したところに砂を撒くことによってレールの摩耗が激しくなったため、散砂装置は後年全て撤去されている。連結器開業当時に製造されたチキ1型ではリンク式連結器を装備しており、 1927年に登場したチキ2型では自動連結機を装備していた。しかし、登山電車の急勾配や急カーブには対応しておらず、1935年に登山電車用の連結機が開発されるまでは連結して運用されることはなかった。この登山電車用の連結機では、急勾配や急カーブで連結機が外れることを防止するため、 上下左右に大きく触れる構造となっている。ただし、サンモリッツ号の編成中間部では、半永久連結器が使用されている。また、連結器の突き出し部分は長く取られており、連結面間距離においても通常の20メートルの、通勤電車で500ミリメートル程度なのに対して、ベルニナ号では860ミリメートルも空いている。なお、車両間の貫通路は非常用であり、 貫通ホロも設置されておらず、通常は施錠されている。大容量抵抗機電車の走行、ブレーキに使用する抵抗機は、下り坂での発電ブレーキで、使用の際に大量の熱が発生するため、冷却しやすいように屋根状に搭載している。開業当時の地域1型では床下に抵抗機を設けていたが、1927年に導入された地域2型では屋根状に、 ニクロム合金製の抵抗器を設けた。その後、旅客車両ではすべて屋根状に抵抗器を搭載している。自社車両原油車両過去の車両乗り入れ車両をだわら、箱根湯本間の各駅停車に使用される、登山電車カラーの小田急線形1950年以降に、小田急の電車が乗り入れた当初は、小田急から乗り入れてくる車両は1600系。 1900型などの30両に限定されていた。これは、小田急の線路条件を上回る勾配に対応するため、ブレーキ装置に改良を施した車両に限定したためである。その後、1400型や2200系、2400型なども乗り入れるようになった。その後、1982年頃までは、小田急の乗り入れ車両は、 通勤車両は2400型に限定されるようになった。これは乗り入れ区間の3駅のホームの長さが短かったためであったが1982年7月からは5200、計9000型などの大型車両も6両編成で乗り入れるようになった。ただしししばらくの間は特急車両以外の乗り入れ車両は側面窓が一段加工窓の車両に限定された。 2000年頃には、側面窓が二段上昇窓となっている小田急の電車も下段の窓から手が出せないように対策を行い、通勤車両は4000型を除いた6両、編成までならすべての形式が乗り入れ可能となった。2008年3月15日のダイヤ改正からは、小田急の車両は特急車両を除き、4両編成の車両のみが乗り入れている。 2009年3月14日のダイヤ改正より、線形のうち4両固定編成3編成が、登山電車と同じ赤色のカラーリングに変更され、2012年2月頃には、さらに4両固定編成1編成が赤色に変更。同年3月17日のダイヤ改正以降、小田原箱根湯本間の各駅停車はこの4、編成に限定して運用されている。なお、 特急車両については1910系以降のすべての特急車両が乗り入れている。1985年時点で箱根登山鉄道が公表している標高と国土地理院の地図に記載されている標高は異なっていた。これは箱根登山鉄道の建設時の測量の際の水準点が異なるためであった。しかし東日本大震災の後に 小田原市内各所で、開発表示が行われた際に、駅前の標高表示と、駅名標で数値が異なるとの指摘を受けて、標高を再調査したところ、2013年7月に、すべての駅で数値が異なっていたことが判明したため、同年11月に、各駅の表示を修正することになった。下表の標高は修正後の数値である。ありがとうございます。